ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年3月の7日火曜日です。今日は100歳の力、この本から著者の篠田桃子さんを言ってみたいと思います。この100歳の力の第3話、人間としてやることはもう全部やっちゃったみたいの中のからいきます。前回の第9弾はですね、出会いによって救われた命というのをお送りしまして、今回第10弾はですね、人生に何が良かったかなんてわからないという項目を言ってみたいと思います。人はみんな誰もその時の時代の子です。時代の影響下にあるのはしょうがない。私の一生も時代をそのままに受け止め、時代に翻弄されてきました。戦時中は空襲、大吹雪、結核と3回死にかけて、私も時代の犠牲者の一人だなぁと思いましたけど、疎開していた時は何しろ年老いた父母と妹は妊娠しているから、私が重いものを持って一番働かなければならない、食べ物はみんなに回さなければという思いが強かった。私も普通に食べられてはいた。ですから病気になった原因はやっぱり過労です。労力があまりにも過ぎたんですね。私の体力が追いつかなかったんです。まあそれでも長生きしているんですから、死にかけたことでかえってそれが良かったのかもしれない。丈夫な人よりも注意するようになったのは儲けものです。あの時発病していなかったら、もっと早くに呼吸器の病でやられて亡くなっていたかもしれない。人間何が良かったかって本当にわからないわね。死んでみないと。体の丈夫な人が意外にさっと亡くなったりするじゃない。ですから何が長生きに一番良かったかっていうと、わからないんですよね。とにかくこれだけ長生きしているんだから、あの時に病気をしたことで体には気をつけるようになった。そのことだけでもありがたいことですよ。今でも風邪をひきますよ。胃腸、心臓は強い。でも呼吸器が一番弱い。といつの検査でも言われます。だから風邪をひかないようにして、空気のいいところで過ごすようにする。気をつけていると言っても、ただそれだけなんですけどね。だから毎年山中湖畔で富士山を眺めて過ごしているんです。呼吸器が楽になります。当時、結核は死病だったから、うちの父などは若い女医さんが治りますよと言ってくれるけど、ただの慰めだと思って聞いていた。完全に諦めていたと後に言っていました。それはそう思いますね。一番上の娘も結核で亡くしているし、その後に次男も亡くしている。ですから結核にかかったら死んでしまうと父は諦めていたのでしょう。彼の気持ちのお父さんの気持ちも、私は楽天的なのか悲観的なのかどちらか分かりませんけども、なんとなく楽天的な気はしますね。あの時私は治る、そう思い込んでいた節がある。人前では言わなかったけど、心の奥では自分は人と違う、だから治ると楽天的に思っていたんじゃないかと思う。私が療養している間に日本は終戦を迎えて、思いがけず弟が帰ってきた。弟は18歳で上海に渡って事業で大成功していましたが、戦時中上海で召集された。上海語は流暢だったから、日本の軍隊の部隊長の通訳をして無事に日本に帰還することができた。会津に疎開していた私たちのところへ、お父様帰りましたって言って姿を見せた時は、
本当に嬉し泣きしましたね。あまりに感極まって私など言葉にならなかった。父などは稔、弟の名前は召集されたからもう生きていないと思い込んでいた。通訳をしていたことは知りませんでしたからね。それが思いもよらず生きて帰ってきた夢を見ているんじゃないかっていうような気がした、そうですね、本当ですね。戦争から帰ってきたんですね。戦前の上海にはヨーロッパのパリと同じくらい華やかな、世界というものができていた。世界中の富が集まり、キャッセイホテルなど一流ホテルでは毎晩舞踏会が開かれ、一流外交官などはみんなそこで社交をするような時代だった。ブロードウェイマンションという超一流のマンションなどにそういった人たちは住んでいて、弟もワンフロアを借り切って一人なのに12部屋使っていた。すごい時なんですね、これはね。仕事のために弟はそうした社交生活を送っていましたが、莫大な財産を出征中に全て取られてなくした。終戦後は一文なしになって日本へ帰る汽船もなかなか順番が回ってこない。1年ぐらい経ってようやく帰還することができた。でも無事に帰ってきて命はあるんだから、みんなでこれから何とかやっていきましょう、ということで私たちは戦後を生きていった。だからこう見えてもいろんなことがあったんですよ、というところです。次回の第11弾は無意識の始まりというのをお送りしたいと思います。今日は100歳の力からお送りしました。かけよう。